どうも、パフォーマンストレーナーの総之助です。ちょっと前回の TXT さんのちょっと動画申し訳なかったですね。ここにエアコンがあって、これがやっかましいんですよね。ただね、この季節エアコンつけなかったら死んでしまうので、ちょっと今日はね、冷やしてから撮ってます。はい、では今回はですね、BTS さん、バン、トン、ソ、ヨン、ダン。MIC Drop Moving Version ってやつですね。比較的新しい動画なのかな。はい。名前がね、こうついてくれてるからいいですね。はい。では、初めてかな、こう総合で見るのはね。一回見ていきましょう。お。J-Hope、 これだけはしっかり英語なんだね。うー、クラブが、おお、やっぱさ、ダンスのスキルに関して僕なんか偉そうに言えないですけど、やっぱなんか深みがありますよね。うふ姿勢が低い低いし、もうここら辺の組織が柔らかいな。うん。ヒットの使い方が。うん。スガ V チェイホン。いやー、チョングク。いや、バスパイね。うー、ヒットが、ヒットなのかバイブレなのか。うえし、やっぱすごいですね、 J-HOPE 君のこのダンススキルもそうだし、ダイナミックですよね。うふ、みんなすごいけど、うふ、いやー、やっぱジミンちゃん、なんかジミンちゃん忍者みたいな。もうさ、この手広げた時の人ね、首すっ飛ぶんじゃねえかっていうね。ここもしっくりきっと入れてますからね。いや、もう電気が走ってます。うん、ここやば。うん、やっぱ J-HOPE 君のやっぱ体の使い方かっこいいっすよね。いい、いい、スガ、僕ね、昔からこの J-HOPE 君とこのスガさん、ちょっとこう分からなくなる時が結構あるんですよね。まあ、お前だけだって一言で終わるかもしれないですけど。うわー、やっぱジミンちゃんすごい。やっぱちょっと別格だよね、ジミンちゃんはね。いやー、かっこいいわ。うわ、この質感やばくないですか。だだだだ、うわ、やっぱしびれてる。あのポッパーさんの話聞いてもらいたいんですけど、ポッピンってその筋肉を弾くっていう、言葉を使うんですね。あのポップダンスやってる方はわかると思うんですけども、すっごく細い女性でもできるんですよね。で、あれはもうほんと弛緩スピードの速さだから、ただやっぱり男性の方がやっぱ強いヒット打てるっていうのはやっぱ筋肉の組織だったりとか、やっぱこれ体の水分なんで、僕の極論ですと、やっぱりちょっと脂肪とちょっと筋肉が乗った方が、やっぱり服の上ではこう弾く動作やっぱ大きく見えると思うんですよね。あの、その今みたいな重心を落としながらこのバイブレっていうのはもうすんごい身体操作だと思います。まあ、ポッパーの人は俺らできるよと思うかもしれないけども、
かなりこの映像上でこれだけダイナミックで見えるからすごいヒットだと思いますね。イエス。すが、シュガー、シュガー、ぽい、いや、おお、やっ、すごい、やっぱなんだ、なんだろう、ここの BTS さんのここ、なんだろうね、体、強いね、強いし、なんだろうな。あーなんか軽くないっていうかね、重みがありますよね。アイソレ一つ一つもなんだろう、軽くないっていうか。いやー、やっぱり、ね、来た。いやー、もう全員レビューしてますからね。おお。うわ。なんじゃこのビジュアル。うわやっぱここのい、これさほんといいっすよね。ドンドンツンドンブン、このボーンと落としたこの反力でこう移動できるっていう。だからさ、このティンバっぽいブーツ履いててもさ、こう足つっかかんないですもんね。めちゃくちゃ体うまく使ってるから。うら、若干膝内側に、うら、入れて、解放して移動するとか、化け物ですからね。化け物の感覚の体の使い方ですからね。ボンって内線かまして外線でこう移動してくるっていう。だからもう、その筋、もう本当反射を使う能力がジミンちゃんめちゃくちゃ高いです。うっせ。やっぱ柔らかいし、やっぱこのシルエットの取り方よ。ここ腹の突っかけ、柔らかいし、アイソレしながら突っかけてるんですよね。腹筋力まないっすよね。力みがないんだけども力強いっていう。レッレッモンスト、モンスト、モンスト、ウェイ、これラップなんだろうね。いっしゃー、弾けた。柔らかい。いやー、この動き難しいですよね。こんな柔らかく動けないですよね。かっこいい。やっぶわジム、柔らかい。うわ、やっぱね、この私は移動が好きです。もうこの神的なこのジミンちゃんの体の使い方の移動ね。やっぱこう得意不得意があるのかな、この連、なんか RM だっけ、忘れちゃった、ごめんなさい。このなんだろう、ダンスがっつり専門ではないのかな。うん、いいし、彼でも英語がほんと素晴らしいですよね。もうスピーチ何度か見ましたけども、もうジンっていう子も時々ね、グク君とちょっと間違える時があったんで、まあファンの方からしたらおめえだけだよっていう一言だけですよね。髪型似てない？
うわー、つっかけ強いね、パーがこの全員。いいや。ガーン、ここでパチーンとヒットはめてくる。ジミンさんはやっぱかっこいいね。おー、素晴らしいですね。うん。やっぱね、ジミンちゃんに行っちゃいますね、目がね。うん、やっぱ最高にかっこいいっすね。これだけの動きだけですけど、うん、やっぱり移動の仕方の体の使い方って意外と目に行くんですよね。どういう体の使い方してるの、なんでかっていうと、だいたい移動って前後か横じゃないですか。まあ斜めもあるのかもしれないですけど、でその時にどれだけのスピードこのユニゾンで組んだ時にね、どれだけの速さでポジショニング取って次の動きにつなげるかっていう、そこの体の使い方結構面白くて、こうどうしてもこう抜けがちなところじゃないですか。あんまり人に見られないから、センター取りしてる子もいるし、でもやっぱその中でね、やっぱ僕とかやっぱ見ちゃいますよね。やっぱジミンちゃんすごいです。それでは。